吹き上がるストロックル間欠泉。噴射口の周囲は泥が広がる地帯である。ストロックル間欠泉はアイスランドの首板川近辺にある地熱地帯に位置する間欠泉。ストロックルはアイスランド語において各入気を意味する。周辺には熱湯が湧き立ったぬかるみが広がり、至るところから蒸気が上がっている。かつて最も強力な間欠泉であった。 ゲーシール間欠泉も同じ地域にある。間欠泉の噴出口ストロックル間欠泉はゲーシール間欠泉から数百メートルほどしか離れていない。現在は不定期な噴出になってしまったゲーシールとは違い、ほぼ5から10分おきに噴出し、沸騰した熱湯を20から30メートル上空まで吹き上げる。その後数秒で泉は元の状態へと戻り、 周辺の水は引いていく。かつては温泉水を70メートルの高さまで吹き上げていた。1810年には30分ごとに活発な噴出を見せていたが、その5年後に噴出の間隔は6時間ごととなり、1916年には噴出が突如と抱いてしまった。ところが、その19年後の1935年、 少量の水が排出され始めた後、間欠泉は元の30分ごとに再び紛失し始めた。ありがとうございます。